アウグスト・ストラダルは、チェコ出身のピアニスト、音楽教師、作曲家、編曲家。アウグスト・ストラダルなどとも表記される。ボヘミア、ズデーテン地方のテプリツェで生まれる。弁護士で、司会議員でもあった父親のフランツ・ヨゼフは、エドアルト・ハンスリックと信仰を持っていた。ライト・メリッツのギムナジウム、ウィーンのテレジアノムで学んだストラダルは、 1878年から1882年まで、ウィーン大学で、法学、哲学と史学を学び、アントン・ブルックナーやハンスリックの授業を聴講する一方で、個人的に作曲をアントン・ブルックナーに、その他、グスタフ・ノッテ・ボーム、テオドルレ・レシェティツキ、アントン・ドアに支持した。1884年からは、フランツ・リストの弟子となり、1886年に、 リストが死去するまで女子として各地に同行した。この時期に、ブルックナーの公共曲のピアノ独奏編曲も行っている。アウグスト・ストラダルの墓1888年に、ウィーン生まれの歌手、ヒルデガルト・ツワイゲルトと結婚。テプリツェに戻り音楽教師として活動した後に、ストラダルは1893年から1895年にかけて、 ウィーンのホラークピアノ学校でピアノを教え、その後バイエルン王国のプリーン・アム・キーム・ゼーにキョを構え、ヨーロッパ各地でピアニストとして活動した。1919年からは北ボヘミアのクラースナー・リーパで音楽教師の職につき、1927年にプラハで最後の演奏会を行い、1930年にクラースナー・リーパで死去した。 晩年の1928年には、チェカスローバクステートミュージックアワードを受け、また1929年にリストに関する、回想録エリン・ネルンゲン・アン、フランツリストを表している。死後の1934年、妻のヒルデガルトは、夫の電気オーガスト・ストラドルズ・レイビンスビルトを出版している。アウグスト・ストラダルの解説版ストラダルは、ピアニストや教師として活動する一方で、 ピアノのために多くの編曲を残した。その対象は、自らが学んだブルックナーやリスト、また、リストの弟子時代に、ロタン調味者を聞いて、感銘を受け、100曲以上を編曲した、ヨハンゼ・バスティアン・バッハをはじめ、ディートリヒブ・クステフーで、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ルートヴィッヒ・バン・ベートーベン、ヨハネス・ブラームス、リヒャルト・アーグナー、マックス・レーガー、 グスタフ・マーラーなど後半で未出版のものも多い。バッハのブランデンブルク競争曲の編曲を肯定した田中博之は、ストラダルによる編曲の特徴を常にオクターブで増強されたバスと、可能な限り多くの音を使った早調な響きとしている。原曲の構造を最大限に再現したストラダルの編曲は総じて、演奏指南でアルフレッド・コルトや、 エミール・フォン・ザウアーはピアノによる奏夫と呼んだ。ほぼすべてがピアノ独奏用編曲である。ありがとうございます。